インケーズロード開幕いたします。オールドカーが入場いたしますので、皆さん拍手でお迎えください。どうぞ。さあ、やってまいりました。エントリーナンバー1番、清水剛さん。車種はフェアレディZです。1981年式です。そして2代目フェアレディZ、初代目フェアレディZがありまして、フェアレディZという名前が付いている2代目続いては佐野豊さん。車種はムスタングマッハ1、1975年式です。超かっこいいですね。かっこいいですね。続いては中谷秀明さん。車種はモーガンプラス4、1968年式です。まさにオールドカーっていう感じの車ですね。69年式です。初代日産ですかね。日産の大衆車ですけど、はい、続きましてエントリーナンバー5、藤森秀人さんの車が入ってまいります。車種はベレット GT タイプ R レーシング、1971年式です。これも珍しい車で、レース仕様
い高い規模でした。当時1000万以上。そうですね。続いては和田和俊さんです。S800M、1969年車です。鈴木明人さんのトヨタカリーナバン1976年式です。カリーナバンって結構現存してるんですけど、バンってなかなか現存しなくて今日珍しい。続いてはおお。続いては松下金也さん、スバル360、1966年式です。ご存知、カブトムシ。ありがとう。どうぞ。小倉
春さん。失礼しました。続いては村松達也さん、ホンダ S600 です。1960